チャンピオン大会でございます。チャンピオン大会ファイナルですからね。ファイナルでございますからね。本当もう気合い入れてね、頑張ってやっていきたいですけどもね。そうですね、頑張ってやっていきたい。いや、それにしても僕ね、大人になってから気づくんですよ。何をですか？僕29なんですけどね、うん。あ、ありがとうございます。何がですか、それは。別におめでとうもなんもないよ、お前。いや、ないですよ。勝手になったら勝手になったわけでもなんもないんですけどね。まあでも思うんですよ。何を？子供の頃なんかもうね、絶対良かったなと思うんですよね。まあ確かにそう、純真無垢でしたから。そう、何でも信じてたじゃないですか。信じてましたね。もう幽霊本当にいるんじゃないかとかね。いるんじゃねえかとか。UFO 本当にいるんじゃないかとかね。ユーミン本当にいるんじゃないか。いるよ、それは。それはいる。それはいる。本当にいるんじゃない？いるんだ、だからそれは。それはいるよ、お前。いるか。あとサンタさんなんかも絶対信じてました。あ、これベタだけどね、信じてましたね。小6ぐらいまで思ってるやついましたからね。いました、いました。寝てたら来るんじゃないかってね、ドキドキしてましたよね。シャンシャンシャン、シャンシャンシャン。あ、サンタさんだ。お、でっかくなったな、坊主。おっさんか？でっかくなったな。お風呂ダブったんじゃん。おっさんかってだから。目覚めるから。なんで風呂入れとか言う。熱い風呂ダブった。うるせえな、お前。夢のあるもんでしょ、もっと。サンタクロースだよ。わメリー苦しみます。おっさんかってダメだよ。そんな寒いガチャリ言うわけねえだろか、サンタさん。君はいい子にしてたからプレゼントをあげるよ。やったはい、ワンカップ。おっさんかって。いい子。おっさんかって。暗記も。おっさんかって。ちゃんじゃ。おっさんかってな。なんで酒とかつまみばっか持ってくんの？子供が喜ぶもん持ってこい、お前。はい、サイン入りサッカーボールだよ。やったここにサインが入ってる。俺じゃねえよ、ボール。あれ、砂が入ってる。なんでこっちだろうか、ボールは。ここにサインが入ってるよ。え、誰のサインなの？メキシコオリンピックで大活躍した、鎌本選手だよ。おっさんかってだから、お前。わかんねえよ、今の子供。今やったら秀か俊介だろうか、お前。秀野だよ。やったー大竹秀治だよ。おっさんかってだから。あれ、大竹秀治だよ、お前。全然わかってない。変われ。俺がサンタさん。じゃあ、子供。シャンシャンシャン、シャンシャンシャン。怖いよおや怖いよおやおや、怖い夢でも見てるのかな糖尿病怖いよおっさんかってだから、お前。なんで成人病怖がってんだよ、お前。メリークリスマス。ああ。おっさんかって、お前。ああじゃねえよ、もっと喜ばせ。さあ、外寒かったでしょ、中へ。おっさんかってだから、招き入れんなよ、お前。困った時はお互い様に。おっさんかって、お前。困ってねえよ、別に。外は雪が降ってたんですか？降ってて。あ、鹿の野郎、また畑荒らししやがったら。いや、うるさいよ俺の、俺の、俺の、いや、俺の、畑が、俺の、俺の、俺の、あんたなんだこれはお前あんたなんで銃向けんだこれはお前そんなんじゃねえだろはいプレゼントバンザーイいやおっさんかってお前なんでバンザイだよお前いやおっさんかって今かわいい拍手しろよやったやった開けてごらん開けてもいい、うん、わこれ欲しかったんだこのタイピンおっさんかってだからあミスチルの CD だおっさんかってお前CD ってなんだそれよお前はいサッカーボールマリだおっさんかってお前マリとは言わねえだろうがお前どんな感じでやってんだお前もうおっさんじゃねえか全然よそれじゃいやいやその設定が分かんない子供のね設定何歳ぐらいなの女も9歳ぐらいだろ小3かえ何がいいじゃねえか小3じゃねえかそんなもんお前いいじゃねえか小3だって別にそんなもんこらカツオ姉さんか何がだよ姉さんじゃねえかお前が勝手にやってんじゃねえかそんなもんハチミツプーさんかそれプーさんじゃねえかハチミツはプーさんじゃねえかお前すげえななんでハチミツだけでプーさんって分かったの何お前天才だなお前とコンビ組めてよかったわ絶賛かお前がしてんじゃねえか絶賛じゃねえかお前が絶賛じゃねえかこれ絶賛だろお前なんで俺が叩かれなきゃいけないんだわけわかんない、まあ、でも確かにお前のツッコミはな俺はすげえと思ってんだよこれでねボケボできたらねもう文句なしなんだけどな失礼なこと言うんじゃないよあんたえなんかボケれないみたいなボケれますよツッコミしかしてないじゃないだってできるよボケればいいんだろそうだよお前ツッコんでくれんだろうん入れ替えりゃいいじゃねえかいやできんのお前本当にできるよそんなじゃあちょっとやってみっかやろやろどうもー、ね、いやーそれにしてもね子供の頃ってサンタクロース信じてましたからねそうですよ寝てたらこんな来るんじゃないかなと思いましたねシャン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 怖いよおっさんか早えよ早えよ怖いよしか言ってるじゃんボケてくるツッコミよ怖いよおやおや怖い夢でも見てるのかな糖尿病怖いよ大丈夫か何がだよ大丈夫かお前病院でもいいんじゃねえか失敗すんなよ大丈夫かいや大丈夫でおっさんかでいいんだよおっさんかお前メリークリスマスああああいやああじゃねえよお前何二人で会釈してんのおっさんかと言えよおっさんかお前いや外は雪鹿の野郎どんまた来やがったどんお前うるさいお前うちのお前は止めろそれさっきと嘘じゃねえかデジャブかいやデジャブじゃねえよお前デジャブじゃねえか余計なプレゼントよこせよはいプレゼントバンザーイ日本兵かいやなんでだよお前の後でバンザーイって日本兵じゃねえかお前おっさんかでいいからあおっさんかでいいあ開けるおやった欲しかったんだこのタイピンタイとフィリピンかなんだそれはよタイとフィリピンってタイピンなんかじゃねえおっさんかと言えよお前あミスチルの CD だおっさんかミスチルってどこ突っ込んでんだよお前CD の方突っ込めよこれ CD ってはいマリやったマリ言っちゃダメだろお前マリでマリって普通だろうがこれボールでマリだろこれはいボールやったマリだいや、突っ込めよ、お前。マリー。夏木か。マリーじゃねえよ、お前。ジュディ・アンドか。マリーじゃねえって、マリーだっつってんだろうが、めえやったけよ。めちゃめちゃだな、お前は。全然ダメじゃねえか、お前なんておっさんみたいな。設定がわかんの、何歳ぐらいだよ。9歳だよ。小3か。小4だよ。なんでだ謝りなんだよ。ダメよ、そんなことは、これは。聞いてねえよ。ほら、カツオ。姉
さんお前がやんなよ。俺が突っ込むんだろうが。あ、ハチミツ、ハチミツ、あれか。あれってなんだよ、これ。黄色い太った赤いちゃんと。ブーさんだ。あ、そう、それか。それかじゃねえ、ブーさんって言うよ。ブーさんか。すごい。お前、ハチミツだけでブーさんってすごいね。天才。お前とコンビ組んでてよかった。絶賛か、なんでだろう。よく言わ。すごいな。すごいな。ちょっとどんどん雨が強くなってくれてないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようもない。おい、こんなところに洞窟があるぞ。入ろう。どうした、入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。何するかの気持ち悪いのお前は。いいから入るぞ。いやこれで少しはしのげるな。いやそれにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ。世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。チョコモナカって美味しそうだなお前。え、何言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな、今助け呼ばなきゃ。そうですね。よし、救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました。今からのろし上げます。昔かお前。時間かかるわこんなもんお前は。よ、じゃあこれで人呼びます。いや昔かて、ほらがいて。おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや昔かてお前、電車待とて。いや全然飛ばねえよ。全然飛んでねえだろ、発生じゃねえかあれ。お化けねえだろ最初から。何をやってん、通信機を使え、通信機を。国語数学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前の成績聞けっつったらこの野郎。お前違うだろうが、通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろ。ああ、座ってください。お前は使えねえな。はい、これ。うわー、聞こっか、トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんな持ってきてんのお前。いや頂上ついたら遊ぼうと思って。子供かお前。こんなもん、今トランシーバー出せよ早く。お前はよ、トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。何なんだ余計なもんばっかり持ってきて。全然肝心なもん持ってきてねえじゃねえかよお前。ホント遭難しまったよこれじゃ。そうなんすか。親父かお前。余計なこと言ってんじゃねえよ。何なんだお前はよ。ったく使えねえな。腹立ってきたら腹減ってきたよお前よ。ったく、なんか食うもん持ってねえのかお前。ありません。ったく何も持ってねえな。じゃあなんか寒さをしのぐもんねえのかよ。はい、ちょっと待ってください。カバンに入ってるのは、もうなんか出してくれよ。アロハと、うん、海パンと、うん、シュノーケル。ハワイかお前。もうバカンス気分だろてめえよ。何してんだよ、誰を見てんだそれで。ちゃんとまともなもん持ってこいよお前。ペナントと木刀とキーホルダー。修学旅行かお前。どこで買ったこのお土産。あるかお前、登山途中に。あったくよ、なんだお前、何も使えねえな。いやでも先輩、僕もめちゃめちゃ腹ペコなんですよ。あ、そういえば俺チョコレート余ったぞ、食うか。いや俺甘いのダメなんだ。わがままかお前。ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に。なんだよ。あ、そういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ、飲もう。いや俺エスプレッソしか飲んで。わがままかってだから。飲めんやてね。なんだお前、もういいよ勝手にしろ。たくでもこの後どうなっちゃうんすかね。大丈夫だ、必ず助けが来る。来るわけないじゃないですか。なんでわかんだそんなこと。まだ気づかないんすか。何がだ先輩ね、すげえ嫌われてるんですよ。嫌なこと言うんじゃねえよてめえ。誰が嫌われてんだこの野郎。今日だってね、これじゃんけんで負けてきたんだけど。罰ゲームじゃねえかそんなもん。罰ゲームですよ。罰ゲームですねえよこの野郎。絶対それに負けんだろうがお前は。何言ってんだよ。あ、どうした。今日は13日の金曜日ですよね。ああ、確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよお前。真っ只中だよ今よ。今これは分かるだろこの状況。まあでも雨に当たって体が冷えてきたな。はあ、おいお前まさか眠たいんじゃないだろうな。すいません、なんだか急に眠気に襲われて。バカ野郎お前、こんなとこに寝たら凍えてるぞ。もう我慢できない。何言ってんだよ。布団引いてパジャマに着替えなきゃ。自宅かお前。がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前。あでもな、いつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ。大学先かお前。枕もともねえよお前。気が持てよ気管を。このままじゃどんどん眠くなる一方です。そうだな、なんかいいアイデア。そうだ、歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょう。それはいいな。よし歌おう。ねんコロリ。バカ野郎お前は。なんで子守歌歌っちゃうんだそこでお前。寝ちゃうだろうかそんなもん。なんかもうとにかく、まあ寝ちゃいけないように、まあとりあえず休まなきゃいけないな。そうですね。休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おう。わかりました。よし。はあ、寝た？大丈夫だ、起きてる。クラスで好きなやついる？修学旅行かお前。なんなんだおめさ。3番目から言いやない。うるせえよお前、この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎。まずい、ますます雨が強くなってるわ。
これじゃ降りるに降りれないな。まいったな。先輩寒いっす。え？ここに心臓だ。困ったな。よし、しょうがない。ほら、いや、これを着ろ。いいですよ先輩。遠慮するな。いやいいです。いいから着るんだ。いやいいんです。俺のことは構わず。いいんですよ。なんでだ。オレンジ着るとデブに見えるから。おしゃれかお前。どうでもいい。やですよ。しかもこれダセーし。ダセーとかいいんだよそんなもん。これどこのメーカーっすか。いい一流登山メーカーだこれはお前。なんすかこのセーター。カシミヤだぞお前。そんなどうでもいいだろうが。あーでもこのままうじうじしてても始まんない。え、俺助け呼んできますよ。何言ってんのおいバカ。無茶すんなおい。大丈夫かこんな嵐の中。先輩大丈夫ですよ。助かりました。え、本当か。助けが来ました。何だって。猿犬キジが。桃太郎かお前。いるわけねえだろそんなもん。これきびだんごか。誰がきびだんごかだってね。きびだんごじゃん。だけじゃねえぞこれ。だからきびだんごだろ。あ、雨が止んだぞ。よし今のうちに降りるだけ降りよう。よし行くぞ。じゃあこっちから降りよう。な先輩急げ。なん俺無理です。は先輩一人で降りてください。何言ってんだお前。ここまで来たら一緒に降りる。お前まさか怪我してんじゃねえだろうな。お前足怪我したろ。どこで怪我したんだ。洞窟に来る前からです。なんで早く言わねえんだそんなこと。しょうがねえな。乗れ。無理です先輩。いいから大の大人を担いで下るなんて自殺行為だ。お前ほっといていけるわけねえだろ。乗れ先輩。すいません。で足や骨折か捻挫か。むくんでるんです。上司かてめえ。歩けそれぐらいか。お前パンパンで。パンパンでじゃねえだろうかこの野郎。これじゃヒールも履けない。なんでヒールアホってせえだこの野郎。お前あっ救助のヘリだ。近くに着地したぞ。よしこれで助かったぞ。なあそこまで歩けるな。無理です。なんでだ。むくんだだけだろうかお前よ。僕はヘリには乗れません。なんでだよ。高いところが嫌いなんです。わがまま。達成いたしました。タカ&トシのお二人です。最近この辺りじゃ空き巣が増えてるらしいからな。怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすわかりやす。嘘。実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし。何これ。おいちょっと君止まりなさい。もっと強くお願いします。は？もっと強く言ってください。おい止まれ。もっと止まらんと撃つぞ。もっと止まれ。もっと撃つぞ。あ撃ってください。M かよ。なんだ気持ち悪いな。なんなんだよ。止まれったらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ。いやじゃあじゃないよ。何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はねここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろどうだって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえかこれ。ええじゃねえよ。じゃあ聞くけどもなんだこの格好。答えなさい答えなさい。23番泥棒。仮装大賞か。なんだそのごまかし方。だいたいなんだその口の周りのヒゲ。お前典型的な泥棒ヒゲだろうが。これはあの罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきかお前。ずいぶん正月遅えなおめえよ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅えじゃねえかお前。ずいぶん前の話じゃねえかそんなもん。いや慌てん坊なんです。いやもう今年の分くらんの。はい。どんだけ慌ててんだよお前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察。いや気づいてなかった。誰だと思ったんだよこの格好見て。ああじゃないよ。もういいよちょっとね身元確認するから名前教えて。名前は。ネーム。年齢は。オールド。仕事は。ビジネス。家族は。ファミリー。英語聞いてねえよ。なんで俺がお前に英語聞かなきゃいけねえんだよ。年齢は。いくつに見えます。合コンかお前。めんどくせんだよ。なんで俺が当てなきゃいけねえんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です。37です。なんでサバ読んだんだよお前。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつてんだよ。王様ゲーム。合コンかっつてんだよ。なんでお前と王様ゲームやんなきゃいけねえんだ。ノリ悪い。合コンかっつてんだよ。あんたノリって。あんたお前おかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り。なんでお持ち帰りだよ。死ねえよお持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。だいたいよお前こんな時間にこんな格好でお前どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るんです。もう泥棒じゃねえかそんなもん。
ただの泥棒だろお前、こんなでっかい風呂敷ちょっと中身見せてみろ。やめてください。いいから。やめてください。いいから。やめてください。泥棒お前じゃねえか。誰が泥棒だよ。ほんとそんな見られたくねえな。だったら自分で言え、その中身何入ってんだ。夢です。かっこよくねえよ全然。何かっこつけちゃってんだお前。あーもうラチ上がる。やめてください。お前いいから。僕の夢を奪う権利あなたにあるんですか。何が夢だ僕の権利。いいから。なんだこれ。燃えないゴミですか、ね、うるせえよ。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし証拠出てきたな。よし連行だ。いや連行なんか無理です。言ってねえよ。そんなこと連行だって言ってんだよ。連行だったら天ぷらで。連行じゃねえよみたいな。連行だって来い。まあ、やろ。なんだ急にお前は。あれがおかしいんだ。お前に、いや貴様に私を逮捕することはできない。なんだと。国家権力って知ってますか。お前ら、いや貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃないか。パパパパ。うわーすごいな。すごいな。ちょっとどんどん雨が強くなってくれてないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようもない。おいこんなところに洞窟があるぞ。入ろう。どうした。入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。何くらったんだ気持ち悪いのお前は。いいから入るぞ。はあ。いやこれで少しはしのげるな。いやそれにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ。世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。チョコモナカって美味しそうだなお前。え言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな今助けを呼ばなきゃ。そうですね。よし救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました。今からのろし上げます。昔かお前。時間かかるわこんなもんお前は。よじゃあこれで必要います。いや昔かて虎がいて。おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや昔かてお前。電車待とて。いや全然飛ばれねえわ。全然飛んでねえだろ。発生じゃねえかあれ。お化けねえだろ最初から。何をやってや。通信機を使え通信機を。国語通学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前の成績聞けっつったらこの野郎。お前違うだろうが。通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろ。ああちょっと待ってください。お前は使えねえな。はいこれ。うわー聞こかこか。トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんなの持ってきてんだお前。いや頂上ついたら遊ぼうと思って。子供かお前。こんなのいらん。トランシーバー出せよ早くお前はよ。トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。何なんなんだ余計なもんばっかり持ち。全然肝心のもん持ってきてねえじゃねえかよお前。ほんと遭難しまったよこれじゃ。そうなんすか。親父かお前。余計なこと言ってんじゃねえよ。何なんだお前はよ。ったく使えねえな。腹立ってきたら腹減ってきたよお前よ。ったくなんか食うもん持ってねえのかお前。ありません。ったく何も持ってねえな。じゃあなんか寒さをしのぐもんねえのかよ。はいちょっと待ってください。カバンに入ってるのは。もうなんか出してくれよ。アロハと、海パンと、シュノーケル。ハワイかお前。もうバカンス気分だろてめえよ。何してんだよ。誰を見てんだそれで。ちゃんとまともなもん持ってこいよお前。ペナントと、木刀とキーホルダー。修学旅行かお前。どこで買ったこのお土産。あるかお前登山途中に。あったくよ。なんだお前何も使えねえな。いやでも先輩僕もめちゃめちゃ腹ペコなんすよ。なんあそういえば俺チョコレート余ったぞ食うか。いや俺甘いのダメなんだ。わがままかお前。ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に。なんだよ。あそういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ飲もう。いや俺エスプレッソしか飲んだ。わがままかってだから飲めんやてね。なんだお前。もういいよ勝手にしろ。たくでもこの後どうなっちゃうんすかね。大丈夫だ必ず助けが来る。来るわけないじゃないですか。なんでわかんだそんなこと。まだ気づかないんすか。何がだ先輩ね。すげえ嫌われてるんですよ。嫌なこと言うんじゃねえよてめえ。誰が嫌われてんだこの野郎。今日だってねこれじゃんけんで負けてきたんですか。罰ゲームじゃねえかそんなの。罰ゲームですよ。罰ゲームですよねえよこの野郎。絶対来るに決まってんだろうがお前は。何言ってんだよ。あどうした。今日は13日の金曜日ですよね。ああ確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよお前。真っ只中だよ今よ。今これは分かるだろこの状況。
まあでも雨に当たって体が冷えてきたな。おい、お前まさか眠たいんじゃないだろうな。すいません、なんだか急に眠気の襲われて。バカ野郎、お前こんなとこに寝たら凍えてるぞ。もう我慢できない。何言ってんだよ。布団引いてパジャマに着替えなきゃ。自宅かお前。がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前。あでもな、いつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ。外泊先かお前。枕も布団もねえよお前。気が持てよ気が。このままじゃどんどん眠くなる一方です。そうだな、なんかいいアイデア。そうだ、歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょう。それはいいな。よし歌おう。年々コロリ。バカ野郎お前は。なんで子守歌歌っちゃうんだそこでお前。寝ちゃうだろうかそんなもん。なんかもうとにかく、まあ寝ちゃいけないように、まあとりあえず休まなきゃいけないな。そうですね。休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おう。わかりました。よし。寝た？大丈夫だ、起きてる。クラスで好きなやついる？修学旅行かお前。なんなんだおめえ。3番目から言いやない。うるせえよお前、この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎。まずい、ますます雨が強くなってるわ。これじゃ降りるに降りれないな。まいったな。先輩寒いっす。え？ここ一人像だ。困ったな。よし、しょうがない。ほら、いや、これを着ろ。いいですよ先輩。遠慮する。いやいいです。いいから着ない。いやいいんです。俺のことは構わず。いいんですよ。なんでだ。オレンジ着るとデブに見えるから。おしゃれかお前。どうでもいい。嫌ですよ。しかもこれダセーし。ダセーとかいいんだよそんなもん。これどこのメーカーっすか。いい一流登山メーカーだこれはお前。なんすかこのセーター。カシミヤだぞお前。そんなどうでもいいだろう。ああでもこのままうじうじしてても始まんない。俺助け呼んできますよ。何言ってんのおいバカ。無茶すんなおい。いや大丈夫かこんな嵐の中。先輩大丈夫ですよ、助かりました。本当か。助けが来ました。何だって。猿犬キジが。桃太郎かおめえ。言うわけねえだろそんなもん。これきびだんごか。誰がきびだんごかだってね。きびだんごじゃん。だけじゃねえぞこの野郎。きびだんごだろ。あ、雨が止んだぞ。よし今のうちに降りるだけ降りよう。よし行くぞ。じゃあこっちから降りよう。な先輩急げ。なん俺無理です。は先輩一人で降りてください。何言ってんだお前。ここまで来たら一緒に降りる。お前まさか怪我してんじゃねえだろうな。お前足怪我したろ。どこで怪我したんだ。洞窟に来る前からです。なんで早く言わねえんだそんなこと。しょうがねえな。乗れ。無理です先輩。いいから。大の大人を担いで下るなんて自殺行為だ。お前ほっといていけなくねえだろ。乗れ。先輩。すいません。で、足や骨折か、捻挫か。むくんでるんです。上司かってね。歩けそれぐらい。お前パンパンで。パンパンでじゃねえだろうかこの野郎。これじゃヒールも履けない。なんでヒールアホってせえだこの野郎。お前あ救助のヘリだ。近くに着地したぞ。よしこれで助かったぞ。なあそこまで歩けるな。無理です。なんでだ。むくんだだけだろうかお前よ。僕はヘリには乗れません。なんでだよ。高いところが嫌いなんです。わがままか。どうぞどうぞ。
それにしてもあいつ遅えな。たかが近所に電話行くのにどんなにかかってんだあいつ。すいません。お前ね、すいません、遅いよお前。すいません。何やってたんだよ。いや、なかなかタクシー捕まんなくて。何タクシー使ってんだよお前。何タクシー使ってんだよ。出前なんか自転車で行けバカ野郎。すいませんでした、エグゼクティブマネージャー。誰がエグゼクティブマネージャーだよ。たかかお前、寿司屋なんだから大将だろ。裸の誰が山下清だよ。誰が山下清だお前は。だっておにぎり握ってるじゃん。おにぎりじゃねえよお前。これおにぎりじゃないですか。寿司握ってんだろ。寿司ですかそれ。お前寿司職人になりてんだろ、はい、お前しっかりしろやったくよお前。それより大将、なんだよ、そろそろ俺にも寿司握らせてくださいよ。何言ってんだお前、10年早いよ。おめえはな、寿司握る前に覚えなきゃいけないこと山ほどあんだろうが。全部覚えましたよ。ほう言うじゃねえかお前、本当に覚えたんだな。覚えてます。ああ、じゃあ俺が今からいろいろ試してやっから。はい。あ、じゃあまずこれ包丁研げな、はい、包丁ってのはこれ職人の命だから、ちょっと研いでみろ。わかりました。今日は生きのいい若えのが入って。鬼ババかお前。ヒッヒッヒじゃねえよお前。何してんだ、怖えんだよおめえよ。全然できてねえじゃねえか、もういいや。よーい、じゃあシャリだ、シャリ。シャリってのはな、寿司の基本だからな、これがうまくなきゃもう全然話になんねえから。よし、ちょっとお前シャリ握ってみろ。握れんだな。ちょっと変わられて取ってきます。シャリじゃねえよお前。シャリ握ってどうしようってんだてめえこの野郎。泥団子でも作んのか。ガウだろうがお前。もういいよ、俺がやるから見とけよお前。こうやってさっと、おっおっおっ、こんなもんだ。軽く握んだ、強く握っちゃダメなんだ、シャリってのはな。軽くですね。軽く、分かりました。ちょっと握ってみろ。はい、よっ、お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 っ、はい、握りっぺじゃねえよ、お前。せえなよ、おめえ。軽くにやりますよ、軽く。軽くやったってなんだ、てめえ。匂い軽くしました。匂い軽くとか、あげあげ言ってんじゃねえよ、おめえは。寿司を握れっつってんだよ、お前。まず、お稲荷さん握ってみろ。はい。おっ、何やってんだ、てめえ、お前。誰がお稲荷さん握ってんだ、てめえ。え、ちっちゃかったやがわしいよこれ。2人前あるね、そんなもんは。2人前やがわしいよお前。余計なこと言ってんじゃねえよお前。お稲荷さんを握れっつってんだろ。俺はね、お稲荷なんか握りたくないんですよ。なんだと。やっぱね、主役の魚さばきたいんですよ。おお、言うじゃねえかお前。口だけは一枚だな。おい、じゃあそこの魚さばいてみろお前。いやー、ぬるぬるしてる。女子か。あー、ちょっと動いた。女子かっつってんだ。水仕事で手が荒れちゃう。女子かってお前、やる気あんのかお前。早くさばけやそれ。俺はね、こんな魚さばきたくないんですよ。なんだと。やっぱ旬のネタさばきたいんすよ。ええ、旬のネタマグロなんだ、マグロな。マグロは切れません。なんでだよ。拙者の刀は人を切るためにある。侍か。人の体ではなく心を切るんだ。侍か。死ねえ。侍か。危ねえなてめえ。殺す気か。何なりか。殺す気かお前。何言ってんだお前。今言ったじゃん。なんで俺がこのタイミングで殺す気かって言わなきゃいけねえんだお前。やあきゃあかんでも言ってんじゃん。もう全然ダメだお前。お前なんか寿司握ってもお前話になんねえから。まずな、接客から覚える、接客。はい。お客さんあってのもんだから我々はな、はい、よし、じゃあな、あの寿司握るときはな、へいを待ち、これが一番大事だからな。なるほど。ここをポイントバシッて言うのがかっこいいから。よし、はい、俺客やるからちょっとお前やってみろ。はい、うん、よいしょい。じゃあね大将、アジ握って、へい、へいハマチ。お待ちだよお前。アジ握っててハマチでややこしいだろうがな、これ。お待ちだよ。へい、おだちん。子供か俺はお前。なんでおだちんもらわないけん。お待ち。はい、気持ち。なんでだよお前。気持ちがいいから握れや。手握って出すんだてめえ。やめろよ、いなり逃げんだてめえ。あら、全然できてねえじゃねえかお前。話になんねえんだよお前。あ、生きのいタコ入ってきた。誰がだよ。誰がタコ。ダメだお前、全然できねえ。お前なんか逃げるの話になんねえお前。もうダメだ。出前行ってかお前。出前、まだ出前しかできねえんだお前は。はい、急いでこいよお前。はい、タクシー使うなよ。やろ、あいつ想像以上に何もできねえな、あいつだけは。やったく。はぁ、あ、行ってきました。随分早いな今度は。ああ、なんかお前に怒ったら腹減ってきたな。飯でもしようか。いや俺はいいっす。お前出前食ったろ。はい。首だ。いや、やんなくていいんだよ。やんなくていいよ。やったことねえだろそんなこと。いやちょっとね、緊張しちゃって。いや嘘つけえお前。すいません、なんか下手くそな受け方しやがって、お前は。すいません、余計なことしてないよ、本当はね。まあまあでもこの2020年もね、もう残すところあとわずかでね。そうですね、早くも終わってしまいますけども。まあでもなんか今年はちょっと暗い話題がね、いろいろ多いなと思いましたけども。まあ確かにね、だからそんな時こそね、人と人の助け合いっていうのは大事だと思うんですよ。まあ確かにね、こういう人助けとかしてますか、あなた。そういうの全然やってません。やってねえだろうな、前は。でもやりたいって気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよ、チャンスなんか。そう、例えば満員電車乗っててね、おじいさんが乗ってきたら、おじいさんにこう席を確保して、どうぞこちら座ってくださいみたいな。あ、これだけでも全然、それでもいいの。全然いいじゃん。じゃあできますよ。じゃあちょっとやってみましょう。はい、うんうん、
まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ。俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。ああ何年漫才師やってんだお前。おじいさんすいません、次から。今おじいさんじゃねえよ。今は年として怒ってんだよ。おじいさん、おじいさんじゃないと今は。俺は今都市で怒ってんの。ああ、おじいさんで入ってくるから対応してって言ってんの。ああ、そういうこと。頼むよ。え、なんで降りちゃうんだよ。着いたんだよ。いや違う、着いたってなんだから。着いたのに残らなきゃいけないの。違う違う、お前が人助けしたいんだよ。降りちゃダメだよ。降りちゃダメ。俺一人でじいさんで何やってるんだよ。こっからお前は対応してよ。そこはあー、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞ。すいませんよ。もうどっちもじいさんじゃねえかよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。いやいいだろ。お前が座っちゃってんじゃねえかよ。おじいさん同士の助け合いみたいなのか。違う、今のお前でいいんだ。俺はこのままでいいの。話しかけろおじいさんに早く。お前、おじいさんどこに行くの。ああ、巣鴨じゃ。マジで、俺も巣鴨行くところだったんだよ。そうですか。あれ、おばあさんは3年前に死んだんじゃ。マジでフリーなんだ。 LINE 教えてよ。ナンパしてんのかおい。おじいさんナンパしてんのか。降りてんじゃねえよ急に。いやいや、気まずいだろ。気まずいじゃねえよ。ちょっとあの変われ。お前おじいさんやね。俺がこういう風にやるよってのは日本を見せるから。ちょっと見せてよ。じゃあやってこい。ちょっと、あ、おじいさんが乗ってきた。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。に、兄さん。弟。いや、どういう展開だよこれ。急にドラマチック。降りてんじゃねえよじいさん。何ドラマチックな展開にしようとしてんの。行き別れた設定とかいらねえから。いらない。戻れ。もう一回。あ、おじいさんだ。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。わしが見えるのか。死んでんのかよ。幽霊見えちゃってるのか俺よ。降りてんじゃねえよいちいち。で、幽霊なら悪魔にスーッと飛び抜けるわ。やらなくていいんだ今。別にやらなくていいっち。何の練習だ。どこで使うんだそれ。戻れ。もっかいお前。幽霊で戻んな。おい、プシューで入ってこい。早く。あ、おじいさん、ロボットじゃねえかよ。ウィウィパカボン。肘からミサイル出すな。古いタイプだなお前は。もういいから、もう話聞いてよ。おじいさんに質問するから。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。ヘッドホンしてんのかい。何聞いてんだおじいさんがよ。おい、豚の鳴き声じゃん。本当に何聞いてんだおい。癒されるんじゃん。イルカとかだろ癒されんの。変なの聞かなくていいから話を聞け。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。イヤホンもしてんのかい。何聞いてんだ今度。おい、嵐じゃん。嵐って若いの聞いてんだ随分。おい、風の音が好きで。本当に嵐の音聞いてんの。癒されるんじゃん。癒されるかな。不安になるわあんな音聞いてたら。話を聞けよおじいさん。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。ああ、病院じゃよ。あ、病院。どっかお体悪いんですか。いや、孫の見舞いじゃ。あら、お気の毒に。お孫さんおいくつなんですか。82。言ってんなおい。あんたいくつだよおい。156。いや、化け物じゃねえか156ってよ。握力。あ、握力か、うん、いや、それも化け物だけどね。じゃ右だけ。いや、じゃ左どうなってんだおい。左は3。どういう鍛え方したんだそれ。何が面白いんだ。降りてんじゃねえよおい。なんで降りんだここでじいさん。このネタの終点じゃ。ネタでということでね、勝手に今、本当ですよ、決勝でございますよ、決勝ということでね、もう頑張っていただきましょう、張り切って、そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから、いい年ですよ、ね、子供なんか欲しいな、あ、子供最近見たらもう可愛くてしょうがないね、双子可愛いよね、あ、双子可愛い、ザタッチとかオスピーさんとかね、そう言われると考えちゃうじゃねえか、お前、だと俺、三つ子がいいよ、あ、三つ子、俺600つ子欲しい、買えるか、お前、おたまジャクシか、何がだよ、手と足入ってきてるの、一番気持ち悪い時期じゃねえか、それで、お前、一番気持ち悪い時期、やめてくれよ、そんなの、俺はでもね、一人でいいと思ってるんだよ、あの、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うよ。埋めねえよ。じゃあおかかで。いや、おにぎりかお前は。誰が埋めねえよって言ったんだよお前。埋むことできないよって言ったんだよ。おかしいだろ会話の流れとしてお前は。何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。どう、子供どんな感じ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん、よく言うじゃないですか、一姫二太郎三ナスビ初夢か。ナスビいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。で、その子が大きくなって女になってほしい。特殊かお前。大変だぞ、そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないけど。それは俺回るよ、それは。あ、そう、うん、まあまあね。あと、あの、名前なんか決めるの大変だよ。名前、俺も決めてるけどね。決めてんの。うん、男だったら、毒マムシ。特殊か、お前。三大湯にしとけ、せめてよ、お前。女だったら、イボンヌ。特殊かって、だから、イボンヌってどんな字書くんだよ。胃袋のイって書いて、うん、イボンヌ。特殊か、お前。読めるか、そんな当て字。え、読めるわけねえだろお前は。いやでもいいですよ、でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね、ほっぺがプニプニですからね。そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなる。特殊かお前は。泣かそうとするんじゃないよお前、あと赤ちゃんの足の裏こちょこちょってると赤ちゃんがふーって笑うんですよ、ね、泣かしたいね。特殊かって、だからお前泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れるとキュ
よって握るんだ。あー泣かしたい。特殊かお前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや当たり前だろそんなもん。お前何を対抗してんだ赤ちゃんに。お前は俺だって握れるよギュッと。 みんな握れるわそんなもん。お前は俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよそれは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ俺は。負けだよお前の、何なんだよ。可愛いでしょ赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってごらん。パーパパーパ。み水砂漠かお前。どこで教えてんだ俺よ。部屋の中で教えてるわちゃんと。はい、パーパ言ってごらん。パーパパーパパパ喋っちゃったよお前。はっきりしちゃ、いやサンダーバードじゃねえかそれじゃよ。いや動かなくていいよお前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろうがよおい。しかも清水明バージョンってなんだよそれ。いまいち分かんねえよそれ。もういいんだよ、やるノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよお前は。はい、パパだよ。パパパ言うてパってくれ。パパパパ、そうそうそう、パパパーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか発音まで。こんな赤ちゃん嫌だわお前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いやそりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ。親父は心配しちゃうから、ね、そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいて、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよそんなの。だからってお前自分の息子は化粧してると思ったら。お特殊か俺。息子かい。え女の子、女子高生。え女子高生です。特殊かお前。何がだよ。こんな女子高生いるかお前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいやこれは漫才気持ちが悪いよお前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがないお前。女子高生、俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかよお前。橋田須賀子見て頭しゃがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるからお前えなり君。なんで渡る席にえなりいないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃないか。10点のモノマネでよくできんな、そんなもん。えそんなんじゃないんですよ。まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね。そうなん、男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おいババ小遣い値上げしろれ。なんて口聞くの。42にもなって特殊か俺。なんで42で小遣いせびてんだお前は。15、6で何なの。年数そのだらしない制服の着こなし。うるせえな。ズボン下げすぎじゃない。なんだ恥ずかしくないの。ティーバッグ丸見え。特殊か俺お前。なんでティーバッグ履いてんだこれ。母さんのティーバッグじゃない。特殊かお前も。ほらやっぱりうんこがついてる。いや汚いなお前。なんでうんこついてんだお前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなって親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア、何部屋勝手に掃除してんだよ。おい母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ年数謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の方。うるせえんだよ。年数謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口聞くんだ年数。うるせえな。俺がなんで謝んなきゃ関係ねえだろうがよ。母さん大丈夫か。大丈夫だけどか。でもややこしいわなんか。何役やってんだ俺これ。ぐる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 役変えんなよお前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。ああそうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよお前。戦争の厳しさ。いやさっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだあのジジイ。あんな悪いジジイ。いいんだよ。とにかくそういう暴れ出すんですけどね、暴れ出すんですよ。他にもねやっぱり最近多いのはね、引きこもりですよね。ああ引きこもりはね大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする。自分の子供が引きこもったりしたらお前。いやそれはね俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどんおい出てこい。やだ、ね、何やってんだ。出てきな。違う。やっと出てきたな。いや違う話聞いてた。いや話の中何やってたんだ部屋で。いや何やってたんじゃなくてこもりっぱなしで。いや違う俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何意味わかんない。いや意味わかんないじゃなくて父さんは俺だろ。違う一回頭おかしくなったのか。いや頭じゃ母さん病院に行けや話を。親父に向かって手を挙げたな。いや親父じゃねえんだよ。一回待て。一回役から出てこいお前。一回出てこい。話になんねえから。どうして出てこいっつうの。お前役マザー。いやもういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ俺別に。いや出てきてんじゃないよお前すって。役に引きこもるんじゃないんだ。違うよ俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あでも大変らしいよ引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。頼むわ。高弘出てきなさい。ダン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 。ガチャパパ。いや出てくんじゃねえよお前。パパパパじゃねえよお前。パパ遊ぼう。いやパパ大好きっ子じゃダメなんだよ。パパ出てきたの。だからいや違うんだよ。やっと出てきたの。パパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから僕に引きこもれって言う。いやそういうことじゃねえんだから引きこもりの楽器をやれっつってんだろてめえ。てめえいやてめえだ。痛いよパパ。いや違うんだ。だからパパ大好きっ子じゃなくて引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから引きこもっとけ。
どんどんどんじゃあパパもう出てくんな。いやだから違う、だからひどいよ、僕はパパが好きなのに。だから役から引き、どうして暴力を振るうのパパ。ねえな、あパパもう拉致は開かねえわ。違う、パパのことをあまり好きじゃない子供をやって、こんなにだから出てこいて。パパあのパパお前パパしか言ってないけど、俺いろいろな言葉言って好かれてんだ。俺もうヘトヘトだ。お前はパーパーでいいかもしれないけど、いやだから違うんだよパパ。いやもういいよ気持ち悪いな。もういい、サンダーバードじゃねえんだよこら。おい、なんでそれだけノリノリなんだお前よ。じゃあ引きこもりの子供で俺が引っ張り出すからガチャガチャやらして。なるほど、分かった。疲れるわお前。どんどんどん開けなさい高弘、ガチャガチャ開けろ、ガチャガチャ開けなさい。横かよお前それよ。俺が恥ずかしいじゃねえか、横に引くドアどう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 って。なんだよやってんだお前、いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないで、ほら母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の皮を甘く煮たやつ。特殊かお前。何食ってんだようちの家族よお前。なんだよお前、唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校で何かあったのか。いじめられてんだ。いじめ、誰にだ。教頭先生。特殊かお前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かもう。学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか、どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊かお前。どんないじめだよそれよ。上司が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特殊か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。ねえ、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパイプそうし、ね、ザ・漫才ということで、嬉しいですね、頑張ってやっていかないといけないけどもね、ですね、うんうんうん、いや変髪型だね。おめえだよ。なんで後ろ髪伸ばしてんだお前。どういうことだそれ。いやこれちょっとあの家庭の事情でね。どんな事情だよ、後ろ髪伸ばなきゃいけない事情ってなんだ。家庭で理由はちょっと言えない。何があったんだ家庭で。いやまあまあいいんですけど、そんなことね。それより僕痩せたと思いませんか。まあまあ痩せた、痩せたんですよ、ありがとうございます、3ヶ月で17キロ痩せました。17キロ、はい、どうやって痩せたんですか。これが原因不明。来年、何もやってない。やべえ、何もやってない。だからやべえっつって。でもね、痩せないと思ってたからちょうどよかった。ちょうどいい。いや痩せちゃってんだから。だって何も努力してない。検査一個一遍それ。違う、食事制限したんでしょあなたが。炭水化物ちょっと減らしてね。まあ痩せたんですけどもね。いやいやいや、まあ、ありがとうございます。でもね、もう本当に1年終わりますよ。早いですね。ね、本当に。もう来年だったら俺43ですよ。あ、ありがとうございます。何ですか。おめでとうも何もないでしょ、ねね、でもまあ本当43だ、まあおじさんになってきました、うん、本当にね。だからこの年になったらちょっとした物忘れなんか出てくるんですよね。物忘れ出てきました。だからあの道で人になっても顔は分かるし、うん、名前が出てこないみたいなのがあるんだ、うん、あるね実際に。あと顔全く分かんないんだけど名前だけポンって出てくる。ねえ、うん、これもあるんだ。どういう状況だよ、うん、名前だけポンって出てくるってどういう状況だそれ。あと顔も名前も出てこない。他人だよそれ多分。俺は他人だもん、知るわけじゃないか。あと顔はおじさんなんだけど下半身馬ってケンタウルスだよ。それはあるんです。どこで会ったんだケンタウルスだお前。あと顔は馬なんだけど下半身馬って馬だよね。この立てて言う必要ねえじゃねえか。よくわかんない。よくわかんねえじゃねえよ。物忘れよ。物忘れです。だからよくあるのが、あの昨日食べたもの急に聞かれても思い出せないみたいな。ああれ結構できないですよ。俺は食べ物はね忘れない。本当？うん。大丈夫だと思う。うち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 。じゃ昨日の朝何食べた？朝はねビリヤニですね。はいはいはい。昼何食べたの？ケフテです。じゃ夜は何食べた？ねじめっけチョロ。そこも知らねえな。何食ってんだお前。美味しいんですよ。ややこしいもんを食うなお前は。私はまだ物忘れしてませんか。物忘れかどうか分かんねえんだ、はい、なくてるか分かんねえんだから、まあまあ、いやそんなんじゃないんじゃない。だからちょっと物忘れだから僕なんかったら同じ漫画2つ買ってたってことがあって、同じあれ、ね、あるのだから買ってたの忘れてんだよ、うん、で読んでて気づくよね。あれこれ買ったなみたいなね。あるでしょうか。あるよ。漫画はないわ。ない漫画ないけど同じ車2台と思ねえよそんなもん。運転してる気づく。なんで忘れてんだよ。右折で気づいてんじゃねえよ。右折タイミングで気づくってなんだよお前はよ。じゃハンドルでけえなお前。トラック買ったろそれ。なんでトラックだろ。で右折しすぎだろお前それ。同じ
ところぐる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 回ってるよ。買ったなじゃねえんだお前は。気づくんですよ。いや気づくじゃない、うん、そんじゃなくて2、3回行ったことある道なのに迷っちゃうみたいなね、うん、前行けたのにあれどうだっけ。それはないけどね、俺はたまにね自分の家帰れるときもっとやべえじゃんか、それは、ね、俺家帰る、いやだからトラックを運転する右折で迷うんじゃないよお前は。一方に家に着く。いやそれはつかないよ、同じところぐるぐる回ってるだけなんだからお前、家に着くわけねえじゃねえか。違う、そうじゃないよ。だから、ね、お風呂入ろうと思って便座、うん、になってバーって行ったら、うん、お湯入れてなかったみたいな、ね、あるそういうのある。風邪ひいちゃう。俺もこの間コンビ行こうと思って全裸になって行った。最初待て待てよ。いや財布じゃねえよあれ、財布全部のことに。でも車で全裸で運転をする、全裸で右折をする。どうなってんだハンドル、中入っちゃう。フラフープフラフープみたいになってなっちゃうんだよ。なっちゃうんだよじゃねえよ。毎回やったんじゃないか。最近なっちゃうんだ。何の話をしてる。物忘れ。物忘れ。僕なんかこの間もありましたよ。何やった。爪切ろうと思って。爪あったっけ。あるよそんなの。買えばねえんだから。あるよ。ある。爪切ろう。あ、爪切りどこ。あ、寝室だと思って。寝室バーってついたら、何しに来たんだっけな。あれ。あるでしょ。いやお前鶏じゃないんだからお前、これは。鶏じゃねえか、こうやってって。いやこんなことはやってねえよ。言ってたのお前。こうやって言ってる鶏だけど、こんなことはやってねえ。ありますね、部屋ついて何しに来たんでしょみたいな。いやそれはないよ、まだまだない、それ俺は。そうないですよね、普通そんなないよ。ないない、やだよ。なんでねえ、やだ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 よ。何やだ絶対やだよ、ね、そんなね、ねえ俺何しに来た。忘れちゃってんだよ。久々ですからね。そうですよね、まあ、元気出してね、頑張っていきたいんですけども、やっていかなきゃいけないですよ、ね。まあそれにしても僕最近ね、あの子供の頃をね、よく思い出すんですよね。お子供の頃ね、楽しかったですからね。子供何も悩めなくて楽しかったですよ、やっぱ子供の頃ね、まあ、確かにそうですよね。何が一番楽しかったですか。僕ね、小学生の頃なんかベタですけど、あの遠足なんか楽しくてね。あ、遠足は、ね、みんなでこうワイワイガイガイ山登りとか行ったじゃないですか。もう一生懸命登りましたよ、ね、あんなね。楽しかったですよね。楽しかったですよね。何が楽しいってね、あのおやつの値段とか決められててね、その中でこうやりくりするのが楽しかったですよね。そうね、おやつの話になると必ず出る質問とかありましたもんね。ありましたね、バナナはフィリピンですか台湾ですか、うん、産地はどこでもいいや、うん、別に。カレーは飲み物ですか、うん、そんなことないよ、食い物ですからあれは。キスは浮気に入りますか。何の質問してんだそれはよ。全然わけわかんねえだろ。バナナおやつに入りますかって質問したのか。あ、そうですよ ね, ね。でまあまあみんなで行くんですけどね、うん、最初に記念撮影するんですよね。そうそう、思い出撮るってね。じゃあ俺のカメラ撮ろうぜ。あ、いやはい、チーズ。昔かってだから、いつのカメラ使ってんだそれよ。いつのか使えよお前。いくぞ、はい、ポーズ。昔かってだから、なんで敬礼しちゃうんだお前、ここで。いや、ここの角度どうでもいいんだよお前。ピースとかしろやん、そこは。ピースとかするんですよね。そうですよね。ほんとね、もう子供だからもうね、遠足ったらテンション上がっちゃってね。そうですよね。何見ても大騒ぎですよね。うわ、トンボだ、トンボ。うわ、テフテフだ。昔かてだから、お前。トンボ上や、そこは、お前。うわ、飛行機だ。ゼロ戦だ。昔かてだから、お前。航空ずき。昔かて。お国のため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 。昔かて。どんだけやんだお前これ。え、なんでこっち昔の昔の時なんだお前、わけわかんねえだ。お国のお国のお国のって嫌がって。昔のは自分でうるさいな。そう、舞い上がったか小坊主。どんな時代背景でやってんですかあんたは。あ、ズックの紐が昔かってだから靴と言えや、そこは。明日から寺子屋やだ。昔かってだから学校と言え、そこはお前。これ舶来も昔かってだから輸入品でいいじゃねえかお前。どんな時代背景だ、そんなんじゃないでしょ、うん、やっぱりね、うん、でも遠足ったらお菓子の時間、これが楽しい。昔かってなんでだよお前。俺はそんなことねえじゃねえか。今も昔もお菓子はみんな大好きだろお前。お菓子ね、よしお菓子食わねえ。お前何持ってきた。乾パン。昔かってだから芋。昔かってだからお菓子の時間つってんじゃ。お前何持ってきた。ポテチ。お菓子か。お菓子じゃねえか。お菓子の時間ですからね。 あとチョコ。 Give me チョコ。 だから昔かってお前、どんだけチョコに食いついてんの。 Give me 芋。 いや芋はお前が持ってきてんじゃねえか。じゃがいも。誰がじゃがいもだ。せめて里芋にして。里芋。里芋でもねえよゼラ。そんなんじゃないんでね、頂上着いたら双眼鏡でね、みんな景色を見るんですよ。うわ海だ。うわ船だ。黒船だ。昔かっつってだから。ペリーだ。昔かっつって。ザビエルだ。昔かっつって。ガンジーだ。誰がガンジーだこれ。誰がガンジーだ。コンタクトにしたんですか。いやガンジーじゃ。コンタクトにしたんです。ガンジーじゃございません。ガンジーじゃない。またおかしきか。いやそんなことない。いやそんなおかしきじゃない。あんたがこういう風にやってるだけで。クロマニオンジーか。お前がやってるだけじゃねえか。そんなつもりね。ジャバデンジーか。いや何でもいいじゃねえか、そんなもん。ネアンデルタール。うるせえな、何でもいいっつってんだよ、そんな。なんか言えよ、お前。なんか例えてから突っ込めよ、こら、お前。
だから突っ込んでんだ、叩くだけだったらやらすなっつってんだ、そんなのよ。そんなんじゃないでしょ。そんなんじゃないですよ。で帰り際に必ずハプニングでね、そうそうそう、帰りの点呼取るって必ず一人いないやつなんですよね、うん、先生後藤君がいません、もうしょうがねえな、うん、みんな探す、探したらそこの影からひょこ、恥ずかしながら帰ってまいりました。昔かってもうって言うわどうも。先生、はい、ね、今年も残念で出させていただくということで、ね、はい、いや嬉しいです本当にね、感謝しておりますけれどもね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったですね。来年は2020年、なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね、役者。ドラマに出たいです。ドラマね、はい、何のドラマがいいの。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね、いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう、あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込みね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうこった。ま、一息つきましょうよ。おお、気が気じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし。終えるか。まず俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。一息でメイクしてねえし、大体が。腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか、おい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ケフテですとメジメッキチョルバスです。これはなんだ。トルコ料理です。いや知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるじゃん、定番のあれ。パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、ここ。スイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや、俺張り込みの人あんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先ねえや。じゃあ取り調べなんかいいじゃん、迫力あって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メス、メス、取り調べ。見たことあんのかおい。ひよこのオスメス調べる取り調べとめ、刑事ドラマで見たこと。で全然分かってねえじゃねえか、オスメス。難しいんだ、首ばっかかしげて。全然できてないね。いやいや、お前ね。俺はもっとね、緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。あの銀行強盗で。そうそうそう。あれ確かにいいね、あれ。いいでしょ。うん。おい、現場どうだ。はい。銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は、男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ。まずい。それと、ライガーです。なんでだよ、なんでライガーとか出す。ライガーがマスクをかぶったまま、銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら、防犯ブザーをされたそうです。もうライガー犯人じゃないか、それよ。はい。愛じゃねえ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前、緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんでだ俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだ、いいんだ。受けたことがないんだから。ここはもうしょうがない、もう忘れる忘れるお前は。で、犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん。隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてる。撃ちますか。撃ちますかで、街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴。見た目は子供なんですが、頭脳は大人なんです。こんなんだよね。こんなんですね。こんなんとは言ってねえよ。名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとか。犯人の特徴。イタリア系アメリカ人ですね。外国人反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ。左手には星を持ってます。スターマリオだ。無敵で触ったら振ったもん。うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間でやれお前。犯人の特徴は。キリストのような見た目でベルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。分かったよ。日本のために帰化したんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せろと言ってます。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。サワホマレを中心としたイレブン。なでしこ。アミーゴ。メキシコ。さぬきうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ俺直接犯人と喋るから。
おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのかお前。じゃあいいわな、犯人のお母さん呼ぶの泣き落としみたいな。犯人、お前の母さんが来てくれたぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺す。おめえは犯人みたいじゃないかよ。いいから目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さんお願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちのトシが出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さんお願いします。あんたどうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからし品文字をもらって。お前じいさんなんて名前だ。おいクソ吉です。どういう一族だよ。何クソ残しで来ちゃってんだよお前は。いいからちゃんとして。お母さんお願いします。あんた今日晩ご飯いんのかい。のんきだなお前。いかがですか。はい、ということでね、勝手に今、本当ですよ、決勝でございますよ、決勝ということでね、もう頑張っていただきましょう、頑張っていきましょう、張り切って、そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから、いい年ですよ、ね、子供なんか欲しいなと思います。あ、子供最近見たらもう可愛くてしょうがないね、双子可愛いよね、あ、双子可愛い、ザタッチとかオスピーさんとかね、そう言われると考えちゃうじゃないか、お前、そう、だと俺、三つ子がいいよ、あ、三つ子、俺600つ子欲しい、買えるか、お前、おたまジャックしか、何がだよ、手と足入ってきてるの、一番気持ち悪い時期じゃねえか、それで、お前、一番気持ち悪い、やめてくれよ、そんなの、これはでもね、一人でいいと思ってる、あ、一人でいい。さ、あの、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うよ。埋めねえよ。じゃあおかかで。いや、おにぎりかお前は。誰が埋めねえよって言ったんだよお前。埋むことできないよって言ったんだよ。おかしいだろ会話の流れとしてお前は。何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん、よく言うじゃないですか、一姫二太郎三ナスビ初夢か。ナスビいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。で、その子が大きくなって女になってほしい。特殊かお前。大変だぞ。そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないけど。それは俺は回るよそれは。あ、そう、うん、まあまあね。あとあの名前なんか決めるの大変だよ。名前俺も決めてるけどね。決めてんの。うん、男だったらドクマムシ。特殊かお前。三大湯にしとけせめてお前。女だったらイボンヌ。特殊かって。だからイボンヌってどんな字書くんだよ。胃袋のイって書いて、うん、イボンヌ。特殊かお前。読めるかそんな当て字。え、読めなくねえだろお前は。いやでもいいですよ。でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね。ほっぺがプニプニですからね。そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなる。特殊かお前は。泣かそうとすんじゃないよお前、ね、あと赤ちゃんの足の裏こじこじってると赤ちゃんがふーって笑うんですよ、ね、泣かしたいね。特殊かって。だからお前泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れるとキュッて握るんです。あー泣かしたい。特殊かお前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや当たり前だろそんなもんお前。何を対抗してんだ赤ちゃんにお前は。俺だって握れるよギュッと。 みんな握れるわそんなもんお前は。俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよそれは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ俺は。負けだよお前の、ね、何なんだよ。可愛いでしょ赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってくな。パーパパーパ。み、水砂漠かお前。どこで教えてんだ俺よ。部屋の中で教えてるわちゃんと。はい、パーパ言ってくな。パーパパーパパパ喋っちゃったよお前。はっきりしゃ、いやサンダーバードじゃねえかそれじゃよ。いや動かなくていいよお前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろうがよおい。しかも清水明バージョンってなんだよそれ。いまいち分かんねえよそれ。もういいんだよ、やるノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよお前は。はい、パパだよ。パパパ言うてな。パってくれ。パパパパ、そうそうそう、パパパーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか発音まで。女赤ちゃん嫌だわお前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いやそりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ。親父は心配しちゃうからね。そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいたら、うん、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよそんなの。だからってお前自分の息子は化粧してると思ったら。特殊か俺。息子かい。え、女の子、女子高生。え、女子高生です。特殊かお前。何がだよ。こんな女子高生いるかお前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいやこれは漫才気持ちが悪いよお前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがないお前。女子高生、俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかお前。橋田須賀子見て頭しやがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるからお前えなり君。なんで渡る席にやんなきゃいけないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃねえか。10点のモノマネでよくできんなそんなもん。え、そんなんじゃないんですよ、まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね。そうなん、男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おいババ小遣い値上げしろれ。なんて口聞くの。42にもなって。特殊か俺。なんで42で小遣いせびてんだお前は。15、6だよ。
なんなの、としかずそのだらしない制服の着こなし。うっせえな。ズボン下げすぎじゃない。恥ずかしくないの？ティーバッグ丸見え。特殊か俺お前。なんでティーバッグ履いてんだ。これ母さんのティーバッグじゃない。特殊かお前も。ほらやっぱりうんこがついてる。いや汚いなお前。なんでうんこついてんだお前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなって親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア、何部屋勝手に掃除してんだよ。おい。母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ、としかず謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の利き方。うるせえんだよ。としかず謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口利くんだとしかず。うるせえな、俺がなんで謝んなきゃ関係ねえだろうがよ。母さん大丈夫か。大丈夫だけど、でもややこしいわ。なんか何役やってんだ俺。これぐる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 役変えんなよお前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。ああそうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよお前。戦争の厳しさ。さっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだあのじじい。あんな悪いじじい。いいんだよ。とにかくそういう暴れ出すんですけどね、うん、暴れ出すんですよ。他にもねやっぱり最近多いのはね、うん、引きこもりですよね。ああ引きこもりはね大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする、自分の子供が引きこもったりしたらお前。いやそれはね俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどん、おい出てこい。やだ、ね、何やってんだ。出てきなさい。違う違う、やっと出てきたな。いや違う、話聞いてた。いや話の中何やってたんだ部屋で。いや何やってたんじゃなくて、こもりっぱなしで。いや違う、俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何意味わかんない。いや意味わかんないじゃなくて、父さんは俺だろ。違う、一回頭おかしくなったのか。いや頭じゃ、母さん病院に行けや。話を親父に向かって電話したな。親父じゃねえんだよ。違う、一回待て、一回役から出てこい。お前一回出てこい、話になんねえから。どうして出てこいっつうの。お前役、母さん、いやもういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ俺別に。いや出てきてんじゃないよお前。すって役に引きこもるんじゃないんですか。違うよ、俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あでも大変らしいよ、引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫、俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。ああ頼むわ。高博出てきなさい。ダン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 。ガチャパパ。いや出てくんじゃねえよお前。パパ。パパじゃねえよお前。パパ、いやパパ大好きっ子じゃダメなんだよ。出てきたの。いや違うんだよ。やっと出てきたの。パパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから。僕に引きこもれって言う。いやそういうことじゃねえんだから。引きこもりの楽器をやれっつってんだろてめえ。てめえ。いやてめえだ。出たよパパ。いや違うんだ、だからパパ大好きっ子じゃなくて引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから。引きこもっとけ。どんどんどんじゃあパパ出てくんな。いやだから違う、だからひどいよ。や僕はパパが好きなのに。だから役から引きどうして暴力を振るうのパパ。うるせえな。あパパもう拉致はおかねえわ。違う、パパのことをあまり好きじゃない子供をやって。こんなにだから出てこいて。パパ、あのパパ、お前パパしか言ってないけど俺いろいろな言葉言って疲れてんだ俺。もうヘトヘトだ。お前はパパでいいかもしれないけど。いやだから違うんだよパパ。いやもういいよ気持ち悪いな。もういい、サンダーバードじゃねえんだよこら。おい、なんでそれだけノリノリなんだお前よ。じゃあ引きこもりの子供で俺が引っ張り出すからガチャガチャやらして。なるほど、分かった。疲れるわお前。どんどんどん開けなさい高弘。ガチャガチャ開けろ、ガチャガチャ開けなさい。横かよお前それよ。俺が恥ずかしいじゃねえかお前、横に引くドアどんどんどんって。なんだよやってんだお前。いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないで。ほら母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の顔甘く煮たやつ。特殊かお前。何食ってんだうちの家族よお前。何だよお前、唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校で何かあったのか。いじめられてんだ。いじめ、誰んだ。教頭先生。特殊かお前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かもう学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか。どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊かお前。どんないじめだよそれよ。女子が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特集か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも、明けましておめでとうございます。ね、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきました、ね、トップバッターですか。頑張ってやっていきましょう。2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか。いい年でしたよ。先ほどもね、先ほども言ってもらえた
先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも、そうですね、我々2人ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。嘘つけよお前、ほんと。しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ、お世話になりました。言うわけねえじゃない、ほんとなんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら、嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね、うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよそんなの、肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ、じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、ね、そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は。本当に嘘の話なんですよ、ね、嘘なんじゃなきゃ結局は、ね、時間を返すよお前、バカ。でもね、可愛いですよ、子育て大変大変って言われましたけど ね、まあ、ね、めちゃくちゃ可愛い、全然大変じゃないね。いまあ今はね、もうよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちも小学生とかがあったら大変だよ、うん、何が。だから子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ、あ、それあるだろうね、向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かなきゃいけないよお前。いや、それぐらいできますよ、でき、我が子のためだったらいくらでもあって。 ちょっとやってみよう、はい、うん、ピンポーン、はい、どうぞ、こちら失礼します。あ、どうも、はい、あの、この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない、まあまあまあ、分かるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、そのどうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろう。どういうことだよそれよお前よ。豚でも飼って、豚なんか飼ってねえよお前。相当臭いだぞそれ、お前、誰が豚の匂いだこの野郎お前は。そうですか。謝りに来て人んち臭いってどういうことなんだ。申し訳ございません、本当に。うちの息子は、あんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた。そうだよ。何かの間違いじゃないんですか。あざもあるよ、ちゃんと、あったく。本当に蹴ったんですか。蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った。どんな教育してんだよ。格闘マシーン育ててんのか、おめんとかよ。蹴ったんですか。そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タグ。うちの息子はね、ポケモンのことになると、周りが見えなくなるんですよ。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか。もう帰ってね、ボコボコにしてやります。やりすぎだよ、それ。いや、それはそれぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子も32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。もうボコボコにしてる。いや、もう32のおっさんかよ、お前。何ポケモンカード取ってんだよ、お前。金太郎金物じゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、そういうことじゃねえ。子供から取んなって言ってんだよ、お前。どうすんだよ、お前、全く。本当に、これ、あの、つまらないもんなんだよ。いや、そういうつもりって言ってんじゃないんだよ。いや、ほんと、こっちの気が収まらないんだよ。なんだよ、全然喋れてねえな、全く。収まりませんので。あ、こっちの気が収まります。何なんすか、これ。スーパーファミコンです。いらねえよ、お前。明らかに使わなくなったもんじゃねえ、これよ、お前。じゃあ、あの、これ、お口なのかどうか。いや、私、お酒は飲まないんですよ。脳先です。いらねえ、つまり。いや、生きてんのかよ、バカが話すな。人んちに脳先を話すな、バカ、お前は。もう、あの、これちょっと手持ちが少ないんですけど。いや、一番おかしいでしょ、これ。裸で現金っておかしくないですか、これ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ、お前。何持ってきてんだ、お前。いや、乗っけんなよ、人の頭に。乗っけんじゃねえよ、お前。この、何してんだ、お前。むちゃくちゃか、お前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うな、お前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわ、うん、お前。俺が大人の対応見してやる。ピンポーン。はい。あ、すいません、ミラの父親でございます。どうも。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいや、いいんですよ、子供同士のやることに。いやいや、そういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよ、お前。しっかりしてんな、お前。いくつだ、おい。32です。30のおっさんじゃねえか、お前。はい、ポケモンのさっきのやつかよ、お前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。釣れるかな、キュッてな、キュッて。いやー、おー、あ、よろしくお願いします。ようこそ豪華客船タイタニック号へ。どこがだよ。ただの釣り船じゃないですか、こんなの。いやいや、ただの釣り船と思ってもらっちゃ困るよ。どこがタイタニックなんですか。床に穴が開いてすぐ沈むんだから。どこ一緒にしてんだよ、みたいな。勘弁してくれよ。タイタニックってやつ。タイタニックってじゃねえよ。皮肉だよ、多分。いや、皮肉だよじゃねえよ。何言って、大丈夫なんですか、そんな穴開いて、これ。大丈夫だよ。穴はね、しっかりとね、あの、一升瓶で塞いであるから。何で塞いでんだよ、これ。奇跡的にね、すっぽりはまったの。知らねえよ。俺の好きな芋焼酎なんですよ。いや、知らねえよ。そんなんで大丈夫、沈まないですか、それ。一升瓶なんかで。そんなことよりな、今日は荒れるぞ。やっぱ海見ただけで荒れるかどうか分かるんすか。ああ、大荒れだな、今日は。俺のお肌。お肌かよ。どうでもいいわ、そんなのよ。いやいや、なんだよ、あんたの肌なんてよ。非常に日光に弱くて敏感肌なの。知らないですよ、そんなの。でもあれですね、ここら辺の海はこの時期何が取れるんですか。ああ、この時期だとね、あれだよ、ほら、あの、ど忘れちゃった、あの、さ、な、なあ、サバ。いや違う違う、さ、サンマ。いや違う、あ、魚。素人か、お前。魚がね、取れる。分かってるよ、あんなこと。魚が取れるんですよ、その種類聞いてんでしょ、こっちは。でもやっぱこういう仕事してるとあれでしょ、うん、新鮮な魚毎日食えんでしょ。まあそれが漁師の醍醐味だからな。いいよな。焼き鳥に冷ややっこ、冷えたビールを喉に流して魚食えよ、お前。
全然魚食ってねえじゃねえかよ。いやいや、やっぱ飽きちゃうんだよな、魚ばっかりと。贅沢なこと言ってんすか、うん、いいから早く釣れよ。何なんだよその態度よ。釣れよ、もったいないだろ。柵だもん、今もう出してんだから船、ほら。分かったよ、うん、よーし、釣れるかな。ちょっと緊張するな。え、嘘、え、うわお、早っ、嘘、おうわ、すげえ、すげえだろ。すごいっすね。ここら辺はもう入れたらすぐ釣れちゃうんだよ。はまさに食い込み状態だ。入れ食い状態だろ。なんだ食い込み状態って言うの。いや、パンツの状態知らねえよ。戻らねえんだ。いや、戻らねえじゃねえよ。俺が邪魔で戻らねえ。いや、知らねえよ、あんた。ほら、俺ティーバッグだから。知らねえよ。何入ってんの。ティーバッグだったら戻るわけねえじゃねえかよ。ヒョウ柄だよ。気持ち悪いんだよ。こんなことどうでもいいから、これちょっと新鮮なうちにさばいて食いましょうよ。マックがいい。女子高生かも。なんでマック食わなきゃいけねえんだよ。女子高生じゃありませんけど。分かってますよ、そんなことは。女子高生がティーバッグ開きますかね。いや、履くだろ、それは。おっさんの方が開かねえよ、お前。え、ちょっといいからこれさばいてくださいよ。分かってる、ちょっと置いてくださいよ。じゃあ、ちょっとうめえだろうな、やっぱこういうのは。さあ、こちらが3枚におろした料理番組か、お前。何してんだ、こちらが完成形。出来合いじゃねえか、だから新鮮なの食わせろ、今さばいてよ、お前。これ何だお前、隠しだ。いやー、それにしても雲行きが怪しくなってきたな。うわ、ほんとだ。ちょっとなんか波も荒くなってきたし、これもう釣り無理っすか、これ。いや、大丈夫だ。俺は今から魚を呼ぶから。魚呼べんの。ああ、見とけ。すげえな、ルル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 うわー、ちょっとすごい、うわ、ほら、すごい、やばい、やばいでしょ、これは。やばい、やばい、ちょっと、船長、これ、大変なんだよ、落ち着いて、あんたが落ち着けよ、落ち着いてください。なんで、あんたの、ちょっと、怒り上げなきゃ、怒りを、怒りを上げなきゃ。はい、上げたて、怒りんぐじゃねえか、そんな。何して、怒りだよ。お怒りです、お前、ほんと殺すぞ、お前。おい、怒り上げろっつってんだよ、お前。ちょっと、やばいよ、よいしょなんだよ、この一生瓶。穴、塞いでた一生瓶。お前、何上げてんだよ。どうも、ダンデンです。よろしくお願いします。いやー、もう今日もいっぱい出まして、いいじゃないですか。ねえ、ね、もうありがたいですね。はい。もう僕らも頑張っていかなきゃいけないですよ。ね、もうバッターですからね。はい。いいですね。はい。盛り上がっていきましょうね。盛り上がっていきましょうね、本当にね。ねえ、いいじゃないですか。まあね、でもね、あれですよ、最近ね。まあ、いつの時代もこう、物騒なこととかが多くて。まあね、怖いこと。怖いこととか多いじゃないですか。僕ね、僕もね、怖いことがあってね。あ、なんか怖いことあったんですか。はい、僕腰痛がね、怖いんですよね。腰痛が怖い。はい。またじいさんみたいなこと言いますね。いや、腰痛はね、あれですよ、一言じゃないんですよ、これ皆さんもね。そうですか。日本人の8割が腰痛持ちですから。あ、そうですか。今ね、皆さん若いですからいいですけども、はい、もうね、普通の私生活でね、もうひょっとしたところ、ちょっとしたところにね、ひょっとしたところにね、落とし穴ありますからね。なるほどね。腰痛の引き金になるね。まあ、生活しててもね、いろいろありますからね。ありますよ、例えば重たいもの持つ瞬間とかね。まあ、これ一番多いですよ。グキーって腰痛めたりとか。一番痛めたり。あと急に立ち上がった時とかね。これなんかね、グキーって言っちゃいますよ、あと食事中とかね。こういう時もね、こうご飯食べててポロン落としてね、箸を拾う時にグキーっていくね。行かないんだ、そこは。そこ全然行かねえんだ。ごちそうグキー、そこで行くんだ、ね、これぐらいで行くんだ、ね、あと友達にね、呼びかけられて振り返る時ね、それぐらいでなりますか。何、いや、そりゃなるわ、そんなもん、ね、そんな振り方したらなるわ、そんなもん、ね、こうでいいじゃないか、こうで。あとね、あ、こうね、こうでいいじゃないか、こうでいいじゃないか、いや、どうでもいいじゃないか、こう振り向いたぐらいで、ね、ある、まあ、あと腰、後ろから腰を人差しとかね。腰痛関係ねえじゃねえか、全然。ブス、いや、ブスじゃねえよ、そんなもん、お前。ダメだこりゃ。なんじゃこりゃだろ、それ。ダメ、長介になってんじゃない、それ。優作で言って、そこは。どっちでもいいけどね。怖いじゃないですか。怖いですからね。まあ、怖いもの知らずか。怖いもの知らずかっていうか、いや、怖いですよ、怖いものは。怖いものある？いや、ありますよ、いろいろ。何怖いですか？なんですかね、まあまあ、幽霊とかね。あ、幽霊とか怖いですか？怖いですよね、皆さん、やっぱり。全然怖くないですよ、僕、信じないですからね。なんで怖くないの？全然怖くないんだよ。信じてないの？信じてない。人間の魂とか、うん。信じてないの、人間の魂がね、物に宿ったとかね。いや、そんな信じないですよ、僕は。信じない？うん。バカだね。お前、信じてんの？ありますよ、絶対。例えばね、山のてっぺんとか行くでしょ、うんうん、でっかい岩があるんですよ。岩ありますよ。で、岩をよーく見てみると、目、鼻、口がついている人間の顔のような岩。ああ、それありますね。あれ、魂が入ってる、うん。あとあるのがね、岩のような顔の人間。これ丸ガチじゃねえか、ただのそれはよ。今日もね、ゴロ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 、ね。ないない、今日は。岩場かなって思いました。そんなことはね、
それは生まれつきそういう顔、それは生まれつきだからしょうがないですよね。あとあの心霊写真、心霊写真ありますね。ねえ、お寺の前で記念撮影で走って撮って現像して見てみたら、後ろの方、後ろに首のない男が立っていた。それ生まれつきじゃねえ。どんな生まれつきだよ。生まれつきだよ。生まれつき首がねえやつがいるか。だよお前、高校の時田中実ってやつ首ないんだよお前。先生、先生、首が短いんだ。先生体育休んでいいって。すごいデブなんですよ。首とかなくてね、もう太もも太すぎて股ずれって起こしちゃって、この股ずれで火がつくって噂になったんですよ。ヤンキーたちが集まってきて、お前本当に作るかつけてみろって。うわ、ついたべーってみんなでわっしょいわっしょい。わかんねえよ、なんで胴上げするんだよ。ついたからめでてぇ話になってんじゃねえか。めでてぇじゃねえか、ついたんだぞお前。知らねえよ。人がね、せっかく怖い話しようと思ってて、お前全然怖くないもん。だって本当普通にね、話しててね、お前の話し方が下手だよ。何が怖い話の話し方が。お前できんの？俺はね、うまいよ、本当怖い話。じゃあお前やれや。じゃあ行きますよ。あのね、これね、すっごい怖いんですけどね、あのこれ今からする話はね、本当にあった話じゃないんだけど。じゃあダメだねんかよお前。先に嘘ですよって言っちゃバカ言うなもん。言っちゃ、すげえ怖い。いやいや、それは言っちゃダメだろ。自信あるので。本当にあった怖い話って言わなきゃ。これは本当にあった怖い話。そうですよ。じゃあそれ、それ本当にあった怖い話。それやりますね。あのね、あるカップルがいたんですね。でね、女の子にね、子供ができちゃって、で男がね、窓出てこって殺しでね、聞こえねえんだよお前よ。腹立ってくるんだ、聞いてって。お前、お前の中では雰囲気出そうとしてんのかもしれないけど、何やってんだよ。分かんないから、そこは張って、もうちょっと雰囲気は分かった。分かった。怖い雰囲気は伝わった。怖くしよう、怖くしようと思ってやりすぎ。あ、そっか、分かった、うん、もうちょっと。あのね、あるカップルがいてね、で、女の子の子供ができて、男の人がまずいと思って殺したんですよ、その女の人はね。でね、その死体をね、大きな木の下に埋めたんですよ。で、何年か経ってね、男の人が偶然その木の前に夜中に通りかかったら、夜中なのにちっちゃい男の子が一人ぼっちで泣いてるんですよ。あれおかしいな、なんでこんな夜遅くにね、男の子一人ぼっちなんだろうと思って、僕どうしたのって聞いたら、うんうんうん、泣いて答えないんですよね。で、お母さんはって聞いたら、お母さんはね、いないのって言うんですよ。じゃあお父さんはって聞いたら、お父さんはね、お父さんはね、お父さんはね、 You、 いや英語で言うなお前だったらもういいわ。優勝候補です。はい、ということでね、はい、頑張っていかなきゃいけないんですけどもね、うん、まあ世の中不況不況なんて言っておりますよね、うん、言ってるね。リストラされる人が多いんだって、うん、なんか面接も厳しいらしいよ。あ、でもね、俺だったら一発で面接クリアできるけどな。お前できんの、うん、じゃあ俺面接官やるから、ちょっとやってみようか。うん、コンコン、どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介をしてください。黒の革ジャンを着た中肉中背の男。犯人かお前。自己紹介だろうがお前、名前言えよお前。おかしいだろうがそれ。じゃあお前やれよ。ああ、コンコン、どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介お願いします。4番センター三浦です。野球かーい。野球。じゃあお前やれや。コンコン、どうぞ。7人なんですけど入れます。居酒屋か。その後7人増えるんですよ。エグザイルかよお前、14人でなんでエグザイルが面接来るんだお前。おかしいだろうかそれ。じゃあお前やれ、はい、コンコン、どうぞ。ガチャ、100人乗っても大丈夫。稲葉かーい。稲葉、物大きい。じゃあお前やれや。コンコン、どうぞ。ガチャ、47人なんだ。アコールオチかそれ。打ち入り行くんじゃねえんだから、なんで47人に来んだよお前。面接だぞお前は。じゃあお前やれや。コンコン、どうぞ。ガチャ、101匹なんですけど。ワンちゃんかーい。ワン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 。じゃあお前やれや。コンコン、どうぞ。ガチャ、自己紹介してください。はい、ベース担当の高弘です。メンバー紹介かそれ。ギター、ドラム、アコーディオン担当はノブで。いや、かわいそうだろノブ。やらせすぎだろ一人でノブ。お前おかしいだろそれ。じゃあお前やれや。ああ、コンコン、どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介お願いします。ノブです。お前がノブかい。お前がノブかい。ノブ大変だったなお前。三役やらされてたな、かわいそうに、はい、ってやかましいわ。じゃあお前がやれや。コンコン、キツネかお前。なんで薬が面接来てんだいきなり。おかしいだろうかそれ。じゃあお前やれや。コンコン、風かーい。風か、うつすなよ。もういいよドアは。お前やれ。どうしてうちの会社に。姉が勝手に応募しました。ジャニーズか。お前みたいなやつ受かるか。ジャニーズにジュニアからやるつもりで。ヒゲヅラのジュニアなんかいるかい。言う。いや、なんでジャニーさんやったんだ急にお前。おかしいだろうかお前。じゃあお前やれや。どうしてうちの会社を。制服が可愛かった女子高生。
あお前やれや。どうしてうちの会社に？母と原宿を歩いていたらスカウトされアイドルか。お前みたいなことされるかスカウトなんか。お前ジュニアからやるつもりで。いやできるかヒゲづらのジュニア。お前はなんでお前母さんと原宿歩いてんだ。大体が美味しいクレープを食べる。クレープなんか食ってんじゃねえよお前。そのヒゲづらだよお前はよ。じゃあお前やれや。失礼します。どうしておばあさんの耳はそんなに赤ずきんかお前。いやおかしいだろうかそれ。順番的に俺だろ次ボケんのお前よ。何お前ダブルボケだよ。何言ってんだよ。じゃあ俺だろお前。失礼します。どうしてうちの会社を。実はこの会社父さん母さん。いやツッコミやお前。母さんじゃねえじゃおいで。誰が母さんだお前。僕ジュニアからやるよ。お前の母さんじゃねえっすんだよ。うるせえな。クレープ食べに行って食ってんじゃねえよ母さんと。いやボケんなや。俺だろ次ツッコミ。お前は早くボケないから。俺だろボケ。お前ツッコミだろうが。だからお前が早くボケないから。お前が早くボケすぎなんだよ。失礼します。失礼するんやったら帰って。大阪のおばちゃん。いやだからボケんなや。なんなんだよお前。自分がツッコミ下手だからってよボケ逃げやがって。なんだお前長谷博士みてえ顔しやがってお前。なんなんだよそれ。ツッコミが下手。そうだよ。じゃあチャンスとかなんだあれ。うまいわー。いやそれが下手なんだよ。うまいわ。じゃあちゃんとツッコミよお前。できるわ。おう失礼します。どうぞ。7人なんですけど入ります。その後7人来るんですけど。アコーロースかー。いやツッコミ違うよ。エグザイルかだろここ。エグザイルかい。47人なんですけど。あんちゃんかー。なんて言ったんだよ。わかんねえんだよ。あんちゃんかってなんだよそれよ。アコーロースかだろお前。アコーロースかー。100人乗っても大丈夫。ワンちゃんかい。違うよ。稲葉かだろ。松本か。ビーズか。いい加減にしろ。お前がな。どうもありがとうございました。どうぞどうぞこちらになります。どうぞ。おおなるほどね。いい部屋ですねこれは。いやいやいや、ありがとうございます。全然いい部屋ですよこれは。お客様本日ご宿泊でよろしかったでしょうか。ご宿泊で頼むよ。一泊二日で。うん一泊で。ありがとうございます、うんうんうん、それ以降のご利用ご延滞料金かかりますんで。レンタルビデオか。お客様お疲れになったでしょ。あすいませんね。お風呂にスルスルでもご飯。嫁か。何急に慣れ慣れしくなってんだよ。そんな風に言わなくても少し寂しかった。嫁かって。何急に読みずらしてんだよ。なんだ。私の命はねあと40年なんですよ。余命か。余命40年って結構あるじゃねえか。結構あるんですよ。あんな話をしてるんだ君は。まったく。いやいやいや、いいよ。あ、お客様ささどうぞ。お茶とお菓子どちらにされますか。ケチか。なんだこれ。どっちが一つってなんだ。二つで一つでしょうかこんなものは。あ、じゃあ二つにしてどうぞ。何を言ってるんだよったく。はい。いやでもね、はいはい、私はね結構温泉なんかが大好きでね。ああそうなんですか。日本全国いろいろ回るんですよ。だからちょっと温泉にはうるさいですよ。ああそうですか。ここの温泉のあの効能はどうなってるんですか。あ、うちの温泉の効能はですね、うん、肩こり、神経痛、リウマチに効くとか効かないとか。噂か。なんだ効くとか効かないとかってのは。いやでもね、うん、ここだけの話、うちの旅館にはね、総理大臣も泊まりに来たんだとか。噂かって。だからだとかじゃないよ。はっきりしなさいよ。でもあれでしょ、はい、ここの温泉なんか芸能人が結構来たりするんでしょ。え、本当ですか。噂か。噂かそれも。本当です。初耳です。そうなの。そういう風に聞いてたけどもね私は。あそうですか。うんうんうん。まあでもね、はいはい、ちょっと温泉の話してたらちょっと入りたくなっちゃったら。あそうですか。行こうかな、うん、温泉の方ただいま掘ってる途中なんで。見切り発車か。温泉湧いてみれるのに何の旅館やっちゃってんだよ。いやあの大浴場あるんですよ。あそういうこと。露天風呂の方だけちょっと今。あ露天風呂ね、はい、あまあまあいや、じゃあ後で入りに行くからちょっと、はい、なんか楽な格好したいから。あ浴衣かなんか。浴衣ね。はい、あの、うん、2着でよろしかったですね。いやなんで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 。え1人しかいないんだから1着でいいよ。いやでも先ほどこの部屋に女性の方が入られるの見たんですけども、お連れ様じゃないんですか。は髪の長い白い着物を着た女性が振り返ると血まみれで。怖い話か。なんだ急に。お前だ。怖い話かね。なんだそれ。めちゃめちゃだな君は。めでたしめでたし。昔話か。昔話じゃないかそれは。いいから浴衣を出しなさいよ。浴衣の何種類かございますんでお選びください。あ何種類かあるの。はい、おうおう、オレンジ、うん、黄色、うん、ピンク、水色、紫、黄色。焦点か。じゃ焦点じゃない全部。あと少し小さめなんですけども、あの赤っていうのもございます。山田くんかそれ。山田くんじゃない赤は。いいから浴衣を出しなさいよ。まったく山田くんかって。だからなんで座布団持ってきてんだよ。だ山田くんかってバカだ。なんで私の持ってくんだよ。何もしないだろうが私は。おい、いいよもう。お客様お食事の方なんですが、おうおう、フィッシュオアビーフ。飛行機か。シートベルトをお締めください。いや飛行機かって言うの。シートベルトなんかないよ。なんて。え、いやそんな痛くない。こん中にお医者様いらっしゃいますか。いや飛行機かってだから。わししかいないよこの部屋は。何を言って。食事はもう8時にこの部屋で食べますよ。 お部屋でよろしいんですか。え、あのお食事の方、うん、お部屋、宴会場、うん、露天風呂。え、露天風呂でご飯食べれるの。いいえ。思わせぶりか。
なんで言うんだよ、じゃあ。あの、和食、洋食、中華、イタリアン、フレンチ。イタリアン、フレンチも食えんの？いいえ。思わせぶりかって。言うなよ、じゃあ。あれ、三浦、俺ら中学校の時の鈴木。おー。久しぶりかよ。何がだよ。久しぶりじゃねえか。いや、お前がそういう風にやるからだろうが。あれが久しぶりだよ。いいよ、部屋で食べるよ、部屋で食べますか。わかりました。じゃあ、あの、布団の方引いちゃいますね。あ、引いちゃって、はい、引いちゃって。いやー、でも今日は本当疲れたからね。うん。やっぱ疲れを取るにはね、温泉が一番だからね。うんうんうん。ここら辺でバッと引いちゃってね。はい、わかりました。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ね、バッと引いちゃって。よいしょ。うん。だ、ごゆっくり。夏か。なんだこのタオルケット一枚って。風邪ひくだろうが、こんなもんは。すいませんね。考えなさいよ、全く。キャンプかってだから。なんで寝袋で寝なきゃいけないんだ、俺が。じゃあ、あの、外にハンモックかけときますね。南国か。な、揺られて寝るのか。じゃあ外にあの力士2人戦わせますね。両国か。南国と両国しかやってない。引きなさいよ、ちゃんとしたやつを。はい、すいません。何を言ってんだ君は。はい、すいませんね。そういうの引きなさいよって言ったよね。引いて引いてね。そう。お前いて、お前いて、ずりーぞ、お前いて、いてって、お前ずりー、お前俺まく修学旅行か。本当だ。やめろ、痛いな。やめろ、お前、ギブ、修学旅行か、修学旅行。おう、なんで俺肩たかれなきゃいけないんだ、この野郎。めちゃめちゃだな、お前。もういいよ、もう布団引いたから、お前、もう出てってくれ、もう。すいません、もうゆっくり。あ、うん、あと言い忘れてたんですけれども。何よ。実はこの部屋、出るんです。出るってまさか。はい。痴漢が電車か、あとクマも屋外か、私のクマ北極か、あとオーロラ南極か、極しかやってねえじゃねえかこの野郎。上を向う名曲か、知らねえよ。お前が歌ってんじゃねえか。俺歌ってねえじゃねえかお前。メロディーは僕が作りました。作曲か、知らねえ。てめえさっきから客の音パンパン叩き上がって冗談じゃねえぞこの野郎。責任者だぜ、責任者。あのクレームの方は旅館の従業員に言ってください。じゃあお前誰だよ。はい、はい、ということでね、ね、勝手に今、本当ですよ、決勝でございますよ、決勝ということでね、もう頑張っ て頑張っていきましょう、張り切って、そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから、いい年ですよ、ね、子供なんか欲しいなと思います、あ、子供最近見たらもう可愛くてしょうがない ね双子可愛いよね、あ、双子可愛い、ザタッチとかオスピーさんとかね、そう言われると考えちゃうじゃないか、お前、あ、そう、だと俺三つ子がいいよ、あ、三つ子、俺600坪欲しい、買えるか、お前、おたまジャクシか、何がだよ、手と足入ってきてるの、一番気持ち悪い時期じゃないか、それでお前、一番気持ち悪い時期、やめてくれよ、そんなの、俺はでもね、一人でいいと思ってるんで、だってさ、あの、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うんだよ。埋めねえよ。じゃあおかかで。いや、おにぎりかお前は。誰が埋めねえよって言ったんだよ、お前。埋むことできないよって言ったんだよ。おかしいだろ、会話の流れとして、お前は。何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。子供どんな感じ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん。よく言うじゃないですか。一姫二太郎。三なすび。初夢か。ナスビいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。おで、その子が大きくなって女になってほしい。特殊か、お前。大変だぞ、そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないけど。それは俺は回るよ、それは。あ、そう、うん、まあまあね。あと、あの、名前なんか決めるの大変だよ、ね。名前、俺も決めてるけどね。決めてんの？うん、男だったら、毒マムシ。特殊か、お前。三大湯にしとけ、せめてよ、お前。女だったら、イボンヌ。特殊かって、だから。イボンヌってどんな字書くんだよ。胃袋のイって書いて、うん、イボンヌ。特殊か、お前。読めるか、そんな当て字。読めなくねえだろうお前は。いやでもいいですよ、でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね、ほっぺがプニプニですからね。そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなるんですよ。特殊かお前は。泣かそうとするんじゃないよお前、あと赤ちゃんの足の裏をこちょこちょってると赤ちゃんがふーって笑うんですよ、ね、泣かしたいね。特殊かってだからお前、泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れるとキュッて握るんですよ。あー、泣かしたい。特殊かお前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや当たり前だろそんなもん。何を対抗してんだ赤ちゃんに。お前は、俺だって握れるよギュッと。 みんな握れるわそんなもん。お前は、俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよそれは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ俺は。負けだよお前の、何なんだよ。可愛いでしょ赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってくな。パーパパーパ、水砂漠かお前。どこで教えてんだ俺よ。部屋の中で教えてるわちゃんと。はい、パーパ言ってくな。パーパパパパパ喋っちゃったよお前。はっきりした。いや、サンダーバードじゃねえかそれじゃよお前。いや、動かなくていいよお前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろがよおい。しかも清水明バージョンってなんだよそれ。いまいち分かんねえよそれ。もういいんだよ、やるノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ、普通の赤ちゃんやれよお前は。
はい、パパだよ、パパパ言うてるパってくれ、パパパパ、そうそうそう、パパパーフェクト。お前だよ、いきなりパーフェクトじゃねえか発音まで。女赤ちゃん嫌だわ、お前何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いや、そりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ、親父は心配しちゃうから、ね、そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいて、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい、化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよ、そんなの。だからってお前、自分の息子は化粧してると思ったら。お特集か、俺息子かい。女の子、女子高生。え、女子高生です。特殊か、お前。何がだよ。こんな女子高生いるか、お前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいや、これは漫才、気持ちが悪いよ、お前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがない、お前。女子高生、俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかよ、お前。橋田須賀子見て頭しゃがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるから、お前えなり君。なんで渡る席にやんなきゃいけないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃねえか。10点のモノマネでよくできんな、そんなもん。え、そんなんじゃないんですよ。まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね、そうなん。男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おい、ババ、小遣い値上げしろ。なんて口聞くの、42にもなって。特殊か、俺。なんで42で小遣いせびてんだ、お前は。15、6だよ。なんなの、年数、そのだらしない制服の着こなし。うるせえな。ズボン下げすぎじゃない。なんだよ、恥ずかしくないの、ティーバッグ丸見え。特殊か、俺、お前。なんでティーバッグ履いてんだ、これ。母さんのティーバッグじゃない。特殊か、お前も。ほら、やっぱりうんこがついてる。いや、汚いな、お前。なんでうんこついてんだ、お前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなってきたら親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア、何部屋勝手に掃除してんだよ。おい、母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ、年数、謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の利き方。うるせえんだよ。年数、謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口聞くんだ、年数。うるせえな、俺がなんで謝んない、関係ねえだろうがよ。母さん、大丈夫か。大丈夫だけど、でもややこしいわ、なんか。何役やってんだ、俺、これ。ぐる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 役変えんなよ、お前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。あ、そうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよ、お前。戦争の厳しさ。いや、さっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだ、あのじじい。あんな悪いじじい。いいんだよ、とにかくそういう暴れ出すんですけどね、うん、暴れ出すんですよ。他にもね、やっぱり最近多いのはね、うん、引きこもりですよね。あー、引きこもりはね、大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする、自分の子供が引きこもったりしたら、お前。いや、それはね、俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどん、おい、出てこい。やだ、ね、何やってんだ。出てきなさい。違う、やっと出てきたな。いや、違う、話聞いてた。いや、話の中で何やってたんだ、部屋で。いや、何やってたんじゃなくて、こもりっぱなしで。いや、違う、俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何、意味わかんない。いや、意味わかんないじゃなくて、父さんは俺だろ。違う、一回頭おかしくなったのか。いや、頭じゃ、母さん病院に行け。話を、親父に向かって電話したな。いや、親父だよ。違う、一回待て、一回役から出てこい、お前。一回出てこい、話になんねえから。どうして出てこいっつうの、お前。役、ま、だ。いや、もういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ、俺、別に。いや、出てきてんじゃないよ、お前、すって。役に引きこもるんじゃないの。違うよ、俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あ、でも大変らしいよ、引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫、俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。ああ、頼むわ。高博、出てきなさい。ダン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 。ガチャ、パパ。いや、出てくんじゃねえよ、お前。パパ。パパじゃねえよ、お前。パパ、そう。いや、パパ大好きっ子じゃダメなんだよ、だから。いや、違うんだよ。やっと出てきたの、パパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから。僕に引きこもれって言う。いや、そういうことじゃねえんだから。引きこもりの楽器をやれっつってんだろ、てめえ。てめえ。いや、てめえだ。痛いよ、パパ。いや、違うんだ。だから、パパ大好きっ子じゃなくて、引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから。引きこもっとけ。どんどんどん、じゃあ、パパ出てくんな。いや、だから違う。だから、ひどいよ。僕はパパが好きなのに。だから、役から引きこもる。どうして暴力を振るうの、パパ。うるせえな。あ、パパ、もう、拉致はおかねえわ。違う。パパのことをあまり好きじゃない子供をやって。こんなに。だから、出てこいて。パパ、あのさ、パパ、お前パパしか言ってねえけど、俺いろいろな言葉言って疲れてんだ、俺。もうヘッドヘッドだ。お前はパパでいいかもしれねえけど。いや、だから、違うんだよ、パパ。いや、もういいよ、気持ち悪いな。もういい、サンダーバードじゃねえんだよ、こら。おい、なんでそれだけノリノリなんだ、お前よ。じゃあ、引きこもりの子供で俺が引っ張り出すから、ガチャガチャやらして。なるほど、分かった。疲れるわ、お前。どんどんどん、開けなさい、高弘、ガチャガチャ、開けろ、ガチャガチャ、開けなさい。横かよ、お前、それよ。
俺が恥ずかしいじゃねえか、お前横に引くドアどうとかどうとかって。なんだよやってんだお前、いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないで。ほら、母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の顔甘く煮たやつ。特集かお前。何食ってんだうちの家族よお前。だよお前、唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校で何かあったのか。いじめられてんだ。いじめ、誰にだ。教頭先生。特集かお前。給食のおばさん。特集かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特集かもう。学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか。どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特集かお前。どんないじめだよそれよ。上司が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特集かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特集かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特集か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。うん。さーてと、今日も一日疲れたし風呂でも入って寝るか。しゃあ俺だこ。おお、私が誰だか分かる。誰って俺の奥さんだよ。クイズか。何がピンポンだよお前。しめんどくせえことしてどうしたんだよお前急に。わざわざ東京から大阪まで来たの。ええ。なんだよ。来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠。浮気の証拠よ。お前来ていきなり何言ってんだよお前。浮気なんかするわけないだろ。どうかしらね。じゃあ何よこのワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミつってんだからお前シメるみたいに言うんじゃないよ。じゃあ何よこの鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろ。鼻臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った。そう。まさか誰かが料理を作りに来てるの。そんなわけないだろう。来てるんでしょう。原付でお金持ち持って出前か。30分以内に来るんでしょう。ピザ屋立つんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる。ちゃんとしたものはなかなかな。食べれてる。いやいやまあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとかお前。お皿とかあるわけねえだろお前。普通に食ってるよ、うん、そうだあなたのためにねこれ持ってきたの。うわー、お久々だなお前の手料理。あれ中身は。大変だったよこの弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよ。バカかお前。中身作れよ。いらないよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれ、あ、あなた服の趣味変わったんじゃない。いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。マリオか。マリオじゃねえかこれじゃよ。あんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょう。キノコマリオかってだから。追っかけてどうなの。一気増えんのか俺。こけなくねえだろうがお前。何言ってんだよお前。あ、いや、だってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろ、それはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。選択肢おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの。ちょ落ち着けも座れよお前さ。ほったく俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ、仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは、なんか変わったことないかな。そうね、亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああそうかそうか、そんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あそうそう、あと家が火事で全焼した。先言えよ。一大事じゃねえかそれよ。ファイヤー。ファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。一本ピューと生えんだよもう。オレンじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。
誰が来たのね。いやいや、あなた。いや、誰が来たのよ。分かったわ。何？山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達っていうのはお前。友達来たかしねえよ。怪しいわね。いや、怪しかない。すごく怪しい。いや、別に。ああ何よ、なんで歯ブラシが2本もあんのよ。買い置きしてただけだよ、そんなもん。ますます怪しい。ああなんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろ、そんなもん。そんなもん2つあるだろ、スピーカーなんか、お前。ああこの写真の女誰よ。お前だろ、どう見ての。お前っけろ、お前だろ、お前よ。何よ、この名刺、女の名刺じゃない。いや、取引先だろ、会社名も書いてんだろ。え佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。あ、この女はね、あなたと血を分けた兄弟なの。昼ドラか。なんだよ、急にドロドロしやがって。この辺のどっかに隠れてるね。隠れてる。出てきなさい、このメス豚。昼ドラかせてなんなんだよ、お前、タクラは。浮気浮気ってよ。いかにしろよ。俺はな、神に誓ってもな、浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからだ。ごめんなさい、私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだ。でもごめんな、俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさ、お前に心配かけ。もしもし、あ、たかし、私、うんうん、全然大丈夫、今一人、うん。え、マジで会える？分かった、いつものホテルのロビーね。はーい。おい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 、お前まさかその電話浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい。リコーン。すごいですね。はい、失礼します。いやいや、いっぱい入ってきました。これは本当ありがたいです。これいやいや、もうなんかずいぶん入っていただきたみたいで、ね、いやこれありがたいですよ、本当にね。ねえ、ツアーの今日最後です、東京が最終日でございますからね。こんだけ集まっていただいて本当に嬉しいですね。ありがたいです、本当に。もう本当にやる気出ますよ、本当にね。やる気ですからね。いや、それにしてもね、第10位ですよ。そうですよ、10位でしたね。まさか僕たちの漫才が10位に入るとはね。俺らしか出ねえんだよ、それ。あ、そうですか。自作自演でございますから。自作自演ですか。わかりますからね。もう最後までごゆっくりね。そうですね。楽しんでいただいたらいいなと思うんですけども。いただければいいと思いますけどもね。まあでもなんですか、僕らもね、あれですよ、もうね、そろそろ運動不足なね、年になってきました。そうだよね。まあ全然だって、日常で運動することないからね。あまりなくなりましたからね、これは。子供の頃って結構いっぱいあったじゃないですか。ありましたよ。もう代表的なのが運動会ですよね。運動会ね。運動会楽しかったよね。いろんな競技ありましたからね。あのパン食い競争。そうそう、楽しかったよ、よーいどんってね、タタタタタタタって手で取っちゃったね、それね。うわー、ひこまろか、お前は。なんで中身見せんの、あんた。それクリームのパンや、そのままじゃねえかよ、お前。ひこまろだったらうまいこと言えよ、お前。パンの運動会や、いや意味がわかんないから、それ意味が。パンの IT 関係や、革命だろうがよ、IT 関係ってどうすんだ、それ。わけわかんない。パン食い競争ありましたよね。あと騎馬戦なんかね、盛り上がりました。白熱しましたよね。帽子をものすごい勢いでぐわーって、ものすごいですよね、もう白熱。淡々とものすごい数取るな、お前。淡々と随分から生え払ってんじゃねえんだから、お前。ブドウの収穫か、お前。あら、大きな巨峰。誰が巨峰だ、誰が巨峰だろ、お前。巨峰じゃないですか。そんなんじゃないでしょ。ねえ、あと障害物競争 ね、頭にピンポン抜けて走るんですよね。頭じゃねえよ、お前。お玉でしょ。あ、そうそう、お玉に頭乗っけてね。怖いわ、お前。お玉に頭って誰の頭乗っけんだ、お前、それ。お前だ、階段か。びっくりさすな、お前。違う、お玉にね、なんかこう乗っけたりとか、ピンポン乗っけてね、ピンポン乗っけたりとか、あと網をくぐり抜けたりとか、ね、そうそう、あと有刺鉄線越えたら縦断するに行けて走ったり。過酷か、お前。過酷すぎんだろ、それはよ。過呼吸かって、お前。なんで過呼吸になったん、急に。ね、なんじゃないでしょ。まあでもあと激しかったら綱引きね、うん、綱引きも、綱引きなんかもう負けたくないもんだからね、あのロープをね、腕にぐるぐる巻きにして、ね、ブランブランブランってね、過酷かって。だから、お前、過呼吸かってんだ、お前。脱臼か、お前。何が脱臼しちゃったじゃないか。どんだけつなぎ目を言うんだ、お前はよ。わしは千代の富士か。いや、知らねえよ、お前。あ、筋肉でね、固めてた。